鳥居忠秀は、江戸時代中期の大名。野戸下村藩主、大美奈口藩主、下野池三部藩の初代藩主。三部藩、鳥居屋五代。漢文五年、品野高遠藩、第二代藩主、鳥居忠則の次男として生まれる。上京二年九月二十一日に、徳川綱吉に配越し、十二月二十八日に、除任する。元六二年六月。 忠則の家臣の高坂権兵衛が、江戸城の馬場崎門の主営を務めていたが、夜中に密かに、旗本、平岡頼継の長屋を除いたという罪により逮捕され、主君の忠則も、連座として、閉門を命じられた。ところが閉門中の同年7月23日に、忠則は急死した。逮捕された、高坂も取り調べ中にしか二類が及ぶことを恐れ、舌を噛み切って自殺した。 このため真相は闇の中となったが、幕府はすでに個人となっていた、忠則の,の家臣団統制がよろしくなかったということから、忠則の,の生死であった、忠秀の家督相続を認めず、その所領を没収して回役するに至った。しかし、鳥石の祖の元忠が、幕府創設に抜群の功績を挙げたことを考慮して、忠秀に新たに、のと下村一万国が与えられた。 元禄八年五月十五日に、大見水口に一万国家族の上で違法される。法営二年九月二十一日には、創社版と自社奉行を兼任の形で任じられ、聖徳元年六月二十七日には、若年寄りに任じられる。そのため、聖徳二年二月二十六日には一万国を、さらに家増され、合計三万国の上で、下付見部に違法された。たは、 名君で、身分の反省においては、食産工業政策を奨励し、犯行である学習館を創設するなどして、反省の基礎を固めている。聖徳6年3月21日に死去した。去年52。実施は全て創生したため、弟のただしやきらを養子として、後を継がせた。ありがとうございます。